名古屋市立高蔵小学校は名古屋市厚田区花町に所在する公立小学校。1873年12月25日を学校の創立日としている。明治初年の名古屋県では技校と呼ばれる学校の設立が推奨されており、この日、住吉神社寺蔵堂において第29技校として産声を上げたのであった。この技校は学生による 小学校が正式に成立するまでの橋渡しの役割に過ぎなかったため、翌年に6月には早速第43番、小学住吉学校と改祖された。1887年に至って、学校の根拠法が小学校令と変わるタイミングで、学校が所在した愛知軍において、大規模な学校再編が実施されることとなった。住吉学校は、 愛知軍人上小学白鳥学校に吸収され、その文校扱いとされた。1889年8月には、白鳥学校は、厚田学校と名称を改めている。1892年には再び、住吉人上小学校として独立し、1896年3月には、厚田町立第三人上小学校となった。1901年には、 現在の高知に移転を果たし、同時に厚田町立第四人上小学校を吸収している。1907年には、愛知軍厚田町が名古屋市に吸収されたため、校名を名古屋市高倉人上小学校と改めている。高座決み小神社の俗称、高蔵社に由来する当地の地名が付けられたものである。1941年には、 国民学校令による名古屋市高蔵国民学校の名称に改めている。戦時下行われた学童集団疎開では622名の児童が愛知県中島郡祖父江町において集団生活を余儀なくされた。戦後は新制度下の名古屋市立高蔵小学校として再出発をしている。この時、かつて分離した草薙国民学校の学区の全域及び 波寄せ国民学校の学区の一部を吸収している。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日、現在、厚田区のうち、岡白町、金山一丁目、金山町一丁目、金山町二丁目、桜田町、沢上一丁目、沢上二丁目、沢下町、 新大頭一丁目、新大頭二丁目、新大頭三丁目、外土井町、高蔵町、波寄せ町、花町の全域及び池内町、五本松町の各一部を通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は、名古屋市立沢上中学校となっている。ありがとうございます。